来た来たー、よっしゃ、でかいでかい。おはようございます、釣り子 TV です。春一番予報、3月1日の亀山ダムにやってきました。朝はね、風そんなに吹いていないんで、とりあえず警報が出るまで船出ていいよっていうことなんですけども、桟橋の近くで回ってます。で、見てもらいたいのがこれ、とんでもねえことになってます。で、この大迫力の絵をご覧ください。どう、まあ一日安全を見ながら釣り頑張っていきたいと思います。3月1日春の嵐予想です。ただね、風が全然まだ上がってなくて、ちょっくら出船できるということで、行こうと思うんですけど、準備してる時点でね、水浸し、船をセッティングしていたらもうすでに水浸しの状況なんで、ちょっとね、リブジを抜いてそれから出船ですわ。ライブウェルにも使えるんですけど、ビルジポンプって作っておくとね、こうやってバッテリーから電源引いて水を抜くことができますんでね、1個作っておくと何かと便利です。もうね、早速ジョビジョバーって流れ出しができているので、結構ね、暑い状況なんですよ。で、風は一応上がる予報なんですけど、まだね、雨は降ってんだけど、風はない状況でございます。よいしょ。ほんじゃ、蓋をします。赤ガエルパターンってやつね。出たら速攻ポイントだ。ブルフラットからやっています。多分ね、ものの1時間とかできんのかな。久しぶりの雨、これは魚も喜んでんじゃないですかね。流れ出しがいっぱいできるから、経験したことないですよ、あんまり。赤がいるパターンっていうの、あれがね、発生しないかなと思って。まあまあまあ、ただ魚にスイッチが入るのは間違いないでしょう。ね、濁りが入るちょい前までに勝負がつくといいんですけど、ちょっといるけど食わない、どうしようかなってやつらが機嫌よく浅場に刺してると思うんですよね。
雨は昼ぐらいには上がっちゃうみたいなんで、まあ、そこからも流れ出しチャンスはあると思うんですけど、とりあえず大地のラッキーピッチを求めて投げていこうかな。でいい感じの流れ出しがあったらブルーフラットとかでっかいルアーをパッチョンパッチョン入れて、流してる間はなんか普段あんまり釣れないこういうビッグベイトとかね、これでサーチしていってみようかななんて思ってますけど、鼻がねスイッチ入ってるっていうんですよね。ちょっと水滴でお見苦しいかと思いますがご勘弁ください。現在朝の7時過ぎ、葉っぱがいっぱいだな。激しい。はいはいはい、風浦の目星はつけといたんで、せっかくの南風なんで日中まで投げて帰ります。いやー、しかしすげー天気だったな。春っぺーといえば春っぺーですが、ちょっとね、吹きすぎってぐらい吹いてましたけど、まあでもこれで一気に春めいて来るんじゃないかな。普段だと逆側の方が好きなんですけどね、あの今日の早朝の大雨で立てるところがほとんどね水没しちゃったんで、柳島の方かな。よっしゃー、やった。
った引っかかった釣れましたでっかいっしょこれねえいやーボートで一匹も釣れなくて最後日没までおかっぱりしようと思ったらこんな見ていやー春のねえコンプトーバスこれはなかなかサイズも期待できますよいただきましたやっててよかったぜなかなかの長くでしょうかただいま亀山ダムからの帰り道、アクアラインを走行中ですが風速の表示が19m ねえもうあと 1m 上がったらどうなんだこれ 20m って通行止めかなまあまあ無事に海ほたるまで来たんでこっから流されトンネルに入れば川崎に行けるしかしねこの最後の最後にビュンビュンに流されるよここで事故れないからねちょっと今ねもう50キロちょっとでね速度規制もかかってますけどね、よしアクアライン突入いやね急に3月1日これね春一番が吹いて一気に魚が浅いところに刺してくれたんじゃないかななんていうふうに思いますんでねまあ冒頭はダメだったんですけどおかっぱりちょっとね最後どうにもなんか雰囲気があったんでやってみたら最後の最後にねゴジアップがパツッと、釣れてくれましたというわけでまあまあタイミングがあれば亀山ダムね、どんどん良くなっていくんで通っていきたいんですけどもそろそろね霞ヶ浦水系なんかもね、春めいてきてなんか今年はずっとあの最低水温4度とかねそういうもうものすごい冷たい水でなかなか厳しい冬の時期だったみたいですけども今日20度ぐらい各所上がったんで一気にね、霞ヶ浦も暑くなってくるんじゃないでしょうかというわけで無事にアクアラインまで入ってこれたので安全運転で東京に帰りたいと思いますはいというわけで帰ってきました久しぶりの50アップしびれましたねいやーこのねタトゥーラエリート使い出してから結構ね大きなバスがバラさずに取れてるなというところでで動画で見ていてもですねそんなに針深くかかっていなかったのか釣り上げてちょっと移動する時にもう針はポロンと取れちゃってましたねで自分で動画見直していて気づいたんですけども釣ってる時は夢中で全然気づかなかったんですけどね巻いてきて巻いてきて巻いてきて最後ピックアップの寸前に下から食い上げてきたっていう感じだったんですね後ろを追尾してきたのかはたまたその場にいて食い上げたのかっていうのはちょっと濁っていてわからなかったんですけどもただこのロットですねやっぱグラスコンポジットっていうことでそういう下から不意に突き上げたやつとかねまあなんとも同じ状況で同じようにやってみないとわからないですけども多分カーボンの竿だったらパーンって弾いちゃってたかもしれないなっていうのを、穂先がですねココココココって入ってくれてでそのまんまですねまあもう合わせ入れるも入れないもうあーって重みが伝わってそのまんますぐ抜き上げたで抜き上げてみたら、なんか大きいなと思ったら50アップあったんですけどねということでちょっとねこのグラスコンポジット竿っていうのを、今年は使い込んでみようということで2月ぐらいからですね、鼻息荒くチャレンジしているんですけどもさすが大森プロが世界で戦うために
これじゃなきゃっていう感じで作っている竿だけあって、このタトゥーラエリートですね、ああいった冬のバイトもスコーンと竿先が追尾してかかってくれる。でその後ですね、もうタモを取りに行くとかそういう感じでもなかったので、そのまんま岸に釣り上げる形になったんですけども、やっぱりこのバットパワーが非常に強力なので、今回もですね、上げてみて持ってみたら魚めちゃくちゃ大きかったんですけども、ファイトしてる時はそうでもないかなって思ったんですよね。で上げてびっくりっていうことで、やっぱこのパッドに秘められたパワーっていうのがなかなかどうして、すごいいい感じじゃないかな。で間違い探しみたいなんですけども、この自分のタトゥーラエリートですね、ここに銀色のスレッドが巻いてあるんですよね。これね、1回目使った時に何かね硬いものぶつけちゃったみたいで、ポロンって塗装がここ剥がれちゃったんですよね。それでもって、なんかもう投げる時に、毎回目に入るんで、ですね、これ銀色の竿用のスレッドを買ってきて巻いてエポキシでコーティングしてね、これでなんか最初からあったんじゃないかなみたいな、まあ、こっちの色と若干違いますけどね、こんな感じで、軽い補修をして、ただね、塗装が剥がれてるだけでブランクの方には何にもヒビとか行ってない風だったので、で今回もね50アップとか抜き上げたり、あと1日中重いもの、投げ続けて大丈夫だったので、まあ大丈夫なんじゃないかなということで、今回はですね、このまたタトゥーラエリートが大活躍してくれております。それともう一つですね、今回1日釣りをして活躍したものがあるんでご紹介したいと思います。これって言ってもなんか丸まっちゃってて分かりづらいと思いますけどね、先日ご紹介したシマノのリストサポートグローブって、手にはめるですねサポーターみたいなものなんですけども、これねこの中にシマノって書いてあるんですけど、これをまあ指に入れてでギュッと巻いて、なんかね左手になんかつけてんなって感じ、あれ手袋じゃなくてこういったサポートのグローブをつけてやってみたんですけども、これつけてね、この前のトズラッパラでも使ってみたし、2回目だったんですけども、今回亀山ダムだったんで、なんていうかこういうアラバマリグとかですね、ちょっと重めのもの1日投げ切るぞという感じでやっていたんで、ほんとねボートでやってる時からものすごい時間ですね、重いもの投げ続けてたんですけども、普段ねおかっぱりする気力なくなるんですよね。このなんか手首がだるーくなってですね、でなんか竿を保持の仕方によってはですね、すごいなんかもう疲れちゃって、だいたいもうおかっぱりまではちょっと体力持たない感じだったんですけども、今回ね終日これをつけてねやってみたところ、全然ね手が辛くないんですよね。で今帰ってきて外した後お風呂入る時とかね、すごいあーってこうなんか鈍い疲れというか痛みというかが発生したりすることがあったんですけども、すごいね本当リストをね守ってくれてるなっていうことで、昔ねここをちょっと骨折したことがあって、でまあなんだろう、ちょっとこっちの左手だけ自分違和感があるんですけども、それで疲れんのかなとかまあいろいろ考えてたんですけども、今回ねこれで左手用だけ買ってみて使ってみてるんですが、非常になんか快適に重いものが投げられるなということで、これ右手用ももちろんありますんで、ちょっと今度右手用もね買ってみようかななんていう風に考えております。であと釣れたルアーね、こんな感じで100均の袋に自分は入れて釣り場に持ち運んでいるんですけども、何種類か選抜隊がいるんですが、今回釣れたのがねちょっともう夕暮れで見えづらかったと思うんで、改めてこのアラバマリグね、この前の亀山で後半2匹釣ったやつそのまま同じなんですけども、これがですねメガバスのこういった
シャッドテールのワームが5匹ついていて、で全部ねジグヘッド仕様ね。で今回1日釣りしててどうにもね魚が上ずってる、なんですかね、魚群探知機にベイトが移る時ですね、底とか中層でなくて一番いつも表層のところにですね移ってたんですね。だから投げて沈めないでも着水したら結構早めに巻いてくるなんていう釣りを、するっていうことで、まあジグヘッドでも表層だったら目がからないだろうっていうことで周りは全部ジグヘッドで、でガマカツのジグヘッドが周りについていて、真ん中はですねこのデプスの強力なねごっついやつ、これでここがね、7グラムかな、4分の1オンスをつけていて、周りは 0.9 グラムのガマカツのジグヘッドで、本体はねこれ元祖アラバマリグ、これが一番お気に入りで使っておりますが、今回もね、50アップスポーンと連れてきてくれたんでありがてえなということで、こんな感じのタックルでやっております。というわけでね、早速3月一発目からいい魚が釣れたので、チャンスがあればね、引き続きいろいろな釣り場に行きたいななんていうふうに思っているんですけども、今年はねちょっと去年あんまり行けてなかったんで、霞ヶ浦水系行きたいなんて車でも言ってましたけども、あとは、房総のねダム、戸面っ原ダム、三島湖、三島湖なんかね、今日の大雨で豊房ダムが結構オーバーフローしてですね、ぐちゃぐちゃになってるなんていうことを、噂では聞いておりますけども、戸面っ原ダムも一雨欲しいねなんてボット屋さんと話していたんで、その雨が降った後どうなっているのかっていうのが大変気になります。亀山ダムはね、今日はまあまだ濁りが混ざってないところにより抹茶茶で、本湖の方なんかは比較的まだ水が澄んでいるっていう状況なんですけども、週末にかけて濁りが全体に回るんじゃないかな。で、まあその濁りが入ることによって魚一段階、春へステップアップするなんていうことも、十分に考えられますんでね、引き続きですね春の釣りを楽しんでいければななんていうふうに考えております。というわけで本日の釣り子 TV はですね、こういった、セットで、春先の腰アップ、3月1日から釣れたぜということで動画にまとめてみました。はい、釣り子 TV でした。